教えてください。この世に生きとしけりもののすべての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もそうですか、教えて。私は時折苦しみについて考えます。誰もが等しき抱いた悲しみについて、生きる苦しみと老いてゆく悲しみと、病の苦しみと、死にゆく悲しみと、今の自分と。この世のありとあらゆるもののすべての命に約束があるのなら、春は死にますか、秋は死にますか、夏が去るように、冬が来るように、みんな聞くのですか。わずかな命のきらめきを信じていいですか。言葉で見えない望みといったものを、去る人があれば来る人もあって、かけて行き月もやがて満ちてくる。なりわい命に限りがあるの